おう、遊びとか。こんなところまで何用があってやってきた。招待状出した覚えはないのだがね。いや、玄関開いてたんで、戸締まりしっかりした方がいいですよ。特に用はない。そうか、特に用はないか。面白い。ならばこの出会いはむしろ運命ということだ。え？マジっすか？近いよ、小林。近い近い。お前、私に使えるのか？使います。私は魔女ラニ。かつて死を盗み、今も暗き炉を探している。死を盗みってどういうこと？え？そしていつか全て裏切り、全てを捨てるだろう。どうだ、興味が出てきただろう。いや、興味ある、興味あるね。興味ある。え、使えるわ。そうか、それはよかった。使えていいの？これ、こんな、そんな簡単に。お前、鬼人だな。あんな誘いに乗ってくれるとは。じゃあ死ねって言われて殺されたらどうしよう。まあ私にはそれぐらいが良い。これからよろしく頼む。え、何したらいいの？え、使えたら何？では早速動いてもらおうか。ブライブという反狼の戦士が私に仕えている。はい。彼と組んで見つけてほしいのだ。永遠の都、ノクローンの秘宝を。下界にブライブを呼んでおいた詳しい話を聞くといい。それと軍師の維持、魔術教授のセルブスもいるはずだ。はい。癖のある者たちだが気が向けば利用するがよい。きっと彼らもそうするだろう。こんにちは。あ、お前か。お前か。おお、貴公でしたか。ラニ様から話を聞いております。そういえばそういう感じだった、お前が言ってたやつ。改めて、私はイージー。カーリア王家を使える鍛冶師、そしてラニ様の軍師を務めております。マジかよ。貴公はブライブと共にノクローンを探すと聞いています。できる限りの助言はいたします。ぜひ成就してください。お前がいるなら安心だわ。悪いやつじゃなさそうだな。あいつそういえばイジーみたいな名前だったな。お前がいるなら結構安心だ。お前は？お前か。お前すごいな。お前の首かっこよ。俺もその首になりたいよ。ああ、お前か、聞いてるよ。助かる。ああ。俺はブライブ。ラニの剣、戦士だ。俺もだ。よろしく。歓迎する。共にラニに使えるもので。それで、早速任務の話だが。俺は今、リムブレイブにいる。永遠の都、ノクローンはこの地の底にあるのだからな。あ、そうなんだ。これから、霧の森の井戸に潜ってみるつもりだ。ノクローンへの道を見つけるために。あ、俺もそれ教えてほしい。俺もね、それ教えてほしかったんですよ。霧の森の井戸に潜ってみるつもり。はい。じゃあそこ行けばいい。俺もそれ知ってんだわ、その道。お前だけが見つけたと思うなよ。俺の手柄ですからね、ラニ様、これは。君がラニの推薦官ね。クソババア、よろしく頼むぜ。話は聞いているよ。ほんまかいな、こんな短時間で。私は、セルブス、魔術教授だ。お前さ、侵入してきたやつじゃないよな、ドラゴが。田舎者の汗人に彼女が何を期待してるかは知らないが、不運にも同じ主に仕えることになってしまったのだ。せいぜい役に立つことを願ってるよ。こいつうぜえな。おい。私はこの近くの別の塔にいる。もし君がラニの役に立つ気があるなら私を訪ねてくるがよい。本来なら君ごときに咲く時間はないのだが。話してきました。ああ、一つ伝えておこう。私はもうすぐ眠りにつく。マジでお休みの時間なの。しばらくは目覚めないだろう。マジ？人形の体とかは書くもままならないもんなんだ。そして期待しておこう。はい。次の目覚めに吉報がもたらされていることを任せてくださいよ。そしたらここの塔だな。あ、いたセルブス、セブルス・スネープ。よく来たな、ハリー・ポッター。いや、ハリー・ポッターじゃないです。グリフィンドールマイナス50点。ほう、本当に訪ねてくるとはな。世辞も、分からぬとは。全く田舎者には困ったものだ。すいません。いや、自分でダイナマイト小林って言うんですよ。よろしくお願いします。まあ来てしまったものは仕方ない。はい。君に一つ使いを頼もうじゃないか。ネフェリという女を探し、ある薬を飲ませるんだ。美薬ですか。それくらいなら君にもできるだろう。使い受けよう。はい、よろしい。ではこの薬を授けておこう。俺が飲んでいいか。俺が飲んでもいい。これセブルスの製薬、俺が勝手に飲んだらどうなんだ。これネフェリという女を探し飲ませるのだ。尻尾を期待してるぞ。
ネフェリってなんかどっかで聞いたような名前だな。なんか説明文で読んだんだっけな。登場人物多すぎてさ、わかんねえんだよな。全部壊していこうぜ。先週悪いな、おい悪いな、あ、悪いな、悪いな、なんかあ、この上なんかあるか、ちょっと漁らせてもらおうな。小林最低。おい、セルブスも困ってるよ。とんでもない奴が仲間になっちまったって思ってるよ。ペの上の単行部だろうな。あ、ここも上なんかあるか、なんかありそうですね、ここも。おいおい、お前んちの秘密見せてもらおうか。ネフェリという、お、宝箱あるじゃん、勝手にパクろうぜ。お、誰だこんなところにメッセージ書いたやつ。メモリーストーンだ、助かる。なんか記憶スロットの数が増えるんですよ、これ1個は持ってるけど。じゃあちょっと礼儀に、こんな古汚いあの家具は壊しといてやろう。そしたらな、あの、あいつが買い替えるのに踏ん切りがつくからな。いや、こいつんちはエレベーターないのかよ。おい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 、ラニ様んとこエレベーターあったけど、お前んち貧乏だな。おい、これも買い替えたらどうだ。全部買い替えたらどうだ。よし、これでスッキリしたな。無駄な話をするつもりはない。私が聞きたいのは使いの成就、その吉報だけだ。ネフェリという女に飲まさなきゃいけないみたいな。ネフェリという女を探し飲ませるのだ。青黒く濁った制約。マジかよ。実はどうする、これ、あいつの孫とかでさ。あいつの孫とかで可愛い孫のためになんか作ったお薬とかだったら可愛いお話じゃない。あいつも結構ツンデレなやつなのよ。なんか正直に言い出せないのよ。あの、小林と実は仲良くなりたがってるけど、そういうやつなのよ、あいつは。よいしょ、王家墓地の封印調べてみましょうか。封印の中に入るぞ小林、さあ行きましょう。封印の中に入るって普通シンプル騎士街なんだよな。シンプル騎士街来るんです。こんにちは。何、うわ、お前か、おい、クソジジイ出たの、肌色の城、グラビティおじいちゃんじゃん。え、なんか知らない技使ってくるんだけど。宇宙だ、グラビティおじいちゃん、宇宙バージョンだ。宇宙 G、 宇宙グラビティ G じゃん。なんだよ、お前か、お前かよ、グラビティ G。 その手塚ゾーン、いや、手塚部長の未来の姿かもしれない。いや、グラビティ手塚、グラビティ手塚、手塚ゾーンなんだよな、マジでこいつ。よし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 、よく見ていけばただのグラビティ G よ、ただの手塚部長よ。ナイスダッシュ、早いね、おじいちゃん。これは離れた方がいい。いや、そんなダメージ受けないな、グラビティおじ、所詮はグラビティおじいちゃんよ。で、この後に一発入れる。で、二発目来る。はい、はい。お前と最初にもうやり合ってるからな。でも、あの頃よりこいつも力をつけてきてるわ。こいつもなかなかやりうるパワーをつけてきてる。俺も飲むぞ。OK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 。やるじゃねえか、グラビティじいちゃん。戦おうぜ、俺たち。あの時みたいに。また最初の頃みたいに戻ろう。お互い何も知らなかった頃に。戻ろう。ちょっと今欲張っちゃったわ。欲張らないことがいいわ。ヒットアンダーウェイでいいわ、全然。ヒットアンダーウェイ。2発入れようとしなくて。やばすぎ、いった。このグラビティは弾き飛ばすグラビティ派だな。隕石手に入りそう。この G で倒したら。グラビティ、やばい。これはね、まずい。これちょっと避けきれない。はい、グラビティ GG。オッケー。あ、待て待て待て。このまま殺しきる。いって、隕石が結構強い。燃えてる大地が。あ、やばい、死ぬ。やばいやばいやばい。やばい。やばい、あいつ、やばい、覚醒し始めた。GG 覚醒。本当にゴースの意地っぽいんだよな、お前。よし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 。こいつはそんな強くなかったな。オッケー。さらばだ。あー、メテオライト。これ、俺も撃てるようになる。これ魔法かな？魔法。知力30もいるじゃん。小林バカだからな。石肌を持つ、国王たちが王と恐れられる破壊の力である。これさ、どっちから行ったらいいんだろう？こっちから普通に行けんのかな？あー、え？あそこを、でもあそこさ、確か入れないみたいな話じゃなかったっけ？正面からは繋がってないから昇降機を探せみたいな話しておりませんでしたっけ。そんな話誰かがしてたような、してなかったような。ここまで来たけど結局向こう岸行けなそうなんですけど、残念ながら正規のルートを踏まないと。あっちか、逆に右の方から降りてくる道あるな。あっちから行くのか。あっち行けるの、こっち。あ、今行ったら繋がってんじゃね。あ、今行ったら多分繋がってるわ。だって鍵もらったもん、俺。そういえば。鍵もらったから真正面から繋がってるのと、あと、ラニ様が言ってた、狼騎士が多分こっちの地下にいるんだよな。シーフラ川。一度正面に参りまーす。ここは触れる。封印調べたら多分飛べるでしょ。はい、オッケー。それで2本目の鍵があったのか。なるほどな。シャンデリアの上に行かないとこっちから出られないんだな。
なるほどね。ベイルム街道やっ、お指読みババアじゃねえの、お指読みババアじゃん。お膝ねえ、あんたバーに読ませておくれよ。しょうがねえな、まったく。ちょっとだけだぞ、お願いだから。あんたの指をグローブしてるけど大丈夫これ？資格のなきは悲しいことさね。あんたはただ立ちすくのすのさ。え、合わせるべき半月もなく、この道の先、動かない大昇降機の前で、それとも水に身を投げるのかい？名誉なき、同業、暗い穴蔵を探すためにっていうことは、水に身を投げろってこと？大昇降機がさ、どっかの近くにあるってさ言われたんだよね。なんだっけ、なんかアイテムあったっけ。でもこれあるよ、デクタスの、でもデクタスの割り符はこれ違うのかな。2つ合わせ掲げることでアルター高原とリエーニーをつなぐデクタスの大昇降機を起動できる。右側の半分ははるか東の地、竜塚ファロストリデに収められているという。ファロストリデ行ってないな。ファロストリデも行こうぜ。そしたら行かなきゃいけないところいろいろ出てきたな。ファロストリデ行ったらよくない？先にボスがクソ強い説はあるな。これ敵？石像？敵？石像？敵？石像です。うわ、マジ何これ、ふざけんなよ。なんだなんだなんだ、いきなりなんか飛んできたぞ。うわ、これ正面突破しちゃいけないところだ絶対。やばい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 、取れんとちょっとまずいわこれ。迂回しよう。うわ、そっちも飛んでくるわ。ちなみにやばいっすね。あそこか、あそこが岩投げマシンみたいになるな。あっちはなんか顔戦車いるし、あ、こっち横から抜けられないのか。なるほど、よくできたよ。君たちの守りは最高だと言わせてもらおう。だが私抜かれる。だがこんな私にも抜かれてしまうのだよ。君たちの守りというものはね。さらばだ、キコーラ。さて、ここら辺に祝福でも攻めてほしいんだよな。正面行けないのはまあいいとして。おーい、小林です。すいません、デミゴット2人殺してきたんです。デミゴット2人殺してきた、マウントやめろ。おー、何これ、竜傷油。ドラゴン属性のエンチャントとかするんかな。あった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 。大昇降機俺は動かすけどね、正規ルートで。正規ルートで俺大昇降機動かしていいか。ファロスの砦みたいの行くけど大丈夫か俺。やっぱこれじゃん、デクタスの大昇降機。多分昇降機使わないルートもあるんだろうけど、俺一回集めるよ。でもこれ2個集めても無意味だったら俺泣いちゃう。きっとどこかにあるはずだ。黄金寺の麓に戻るもう一つの道、古い行動が。なるほどね、古い行動伝ってもいいし、俺は正規ルートから、俺リッチだから、そんなね、めんどくせえ手順踏まねえってわけよ俺ちゃん。デクタスの大昇降機ちょっと起動させてくんね。おいおいおい、頼む頼む頼むよ。で、どこにあるんだいそれは。うん、この先ジャンプはないぞ。死ぬね。あ、なんかさ、めちゃくちゃ光ってない？前こんな光ってたっけ？お前そんな光ってた？どういうこと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 、何が行われてんの今これ。めちゃくちゃ光ってない？え？は？ちょっと待って。もう、わからん。わからんわ。いきなり、こんなところに。飛ばされましても、は？どこだよ。どこなんだよ一体。いきなりちょっとさ、絶対強いから。ちなみに、え、むちゃくちゃだって。え、それ、え、マジ？あいつが生きてた頃ってこと？むちゃくちゃむちゃくちゃ。あ、馬呼べない、馬呼べないわマジ。おーおー、めっちゃかけるわ、空かける。うわお、でも倒せなくはなさそうなのか。魔法か、なんだ、何ブレスだあれ。ゲロだ。ただの光るゲロです。ブレスではないです。いいえ、光るゲロです。ちょっと早えわあいつ。どうしよう。オッケーで、ここでちょっとずつ刺す。うわ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 、ま、倒せなさそうではないな。でも火力に関しては足りてそうではある。ただ光るゲロをしてくる。光るゲロ踏んだらやばそうだな。あ、踏んだらやばいわ。なんだかめちゃくちゃダメージ受けるわ。光るゲロ、ゲロだからな。でもゲロだから気分的にあれだからな。で、いや、もうゲロかけんなや。ゲロかけおじさんやめろ。で、ドーンでしょ。ドーンは逆にやばい。当たらん、当たらないな。爪でいこう。えい、じゃあ爪のがいいわ。いって爪でいこう。オッケーオッケーオッケー。押し付けば勝てる。そんなに激しいボスじゃないからな。こいつはよく見て落ち着くことが重要。ゲロに対処することで、これも落ちてくる瞬間にローリングをするだけ。はい、オッケー。
やばい、後ろ切り来る、後ろ切り取ってくるけど、そんなことは関係ない、お構いなしだ、この野郎。かかってこい。あぶねえ、あぶねえけど、あ、ここ前足 C です。オッケー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 、ちょっとずつちょっとずつでいい、ちょっとずつで、オッケー。もう一発来るからの後ろ足、後ろ足、後ろ足でいい。で、蹴りが飛んでくるんですね。後ろ足付近にいると攻撃は当てやすいけど、どこ、ここ、おらおら、くそ、本当にちょっとずつだ。で、ゲロでしょ、飛翔するゲロだ、飛翔するゲロ来る、飛翔するゲロからの、はい、で、これ2連いった。やばい、前足、前足当たってない、当たってないし、危ねえ。 OK、 いや、ゲロだ、ゲロ、いや、ゲロはいい、いい、当たってねえんだよな、当たってねえのが一番きつい。攻撃チャンスに、いや、こういう時に特大剣みたいな、縦振りグレートソードみたいなのがあれば一番、あー、ローリングタイミングうんちだったけど、なんとかなってます。いって、落ち着け、落ち着いった、やばい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 、物理カット100の盾万歳。オッケーオッケーオッケー、お、これだ、なんだ、地面取った、地面取った、いや違う、ゲロだいいえ、ゲロです、いいえ、ゲロです。ひるませて地面取ったかと思いましたか、いいえ、ゲロです。あ、危ねえ、死んだかと思ったぞ今。あ、やばい、一回回復しよう、一回回復、死のこと言わずにやっぱり回復。オッケーオッケー、あ、やった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 、ペチコンペチコン、よし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 、ソレの民の位牌をゲットで、こいつなんで戦えるようになったかわかんねえんだけど、狼頭おじさんをと会話して戦えるようになったのか、この土地の火をめちゃくちゃつけてたんだよね、石碑みたいな、それが全部ついたから出てきたのか、マジで不明だけど倒せたのでよかったです。はい、オッケー。とりあえずこれまた触れたらどうなる、え、嘘でしょ、もう一回戦えるみたいなことないよね、さすがにね。なわけ、え、でもこれ帰れなくなったぞ。いや、帰れるか、あのちょろちょろに触れたらまた帰れるのか、てかここが飛べばいいのか、そもそも、え、ちょろちょろなくなったわ。レクタスの割り符の右をゲットするためにこのハロストリデというところにやってきております。ケイリット、前ここ来た時はなんか敵が地味にうざかったから入り口だけ見てやめちゃったんだよね、といったところで、ではここに突入していきたいと思います。小林、大丈夫そうか、いけそうか、お前、おー、小林どうやらいけるみたいです。じゃあダイナマイト探索やっていきましょう。小林、いくぞ、ダイナマイト、あ、ここちょっと火いるかもしれん、見えないわ、ハロストリで、前もそうだったんだよ、出た、お前みたいなやつがいるからめんどくせえって言われてんだよ、この野郎。あ、で、結構勝てるぞ、結構硬い、結構硬い、てかさ、やっぱさ、このケイリットという土地強いんだよ、なんか知らんけど。よし、でも俺には出血がある。こいつら、何これ何の粉、何の粉、毒だ、うざ、うわ、ちょっと待って、うるせえバカ、は死んだんだか、ええてかさ、ここさ、相当やばいかもしれない、この割り符右取るの相当きついかもしれない、これ相当きつい思いして、お前昇降機行くならいいよみたいな、でもそれができないんだったら横道探すしかないよねみたいなオーラを感じます。フロムからちょっと見てみよう、せっかくだから、もしかしたら余裕で突破できる可能性あるからな。やばっ、強っ、待って、うんこすぎる、絶対この砦を攻略する上でのレベルが合ってないんだよ、これ、合ってないんだよ、もうだからそれだけ割り符を取るっていうのは大変なことなわけよ。こいつほんま、ういった、は鬼強えじゃねえか、ここ絶対レベル合ってない、ここはね、多分ね、グラビタスでもね、なんとかならない気がする。ちょっと抜けよう、一旦そっち行けないでしょ、やばいやばいやばいよ、やばいよ、お、やばい、あ、上にアイテムあるけど、ちょっと一旦ちょ、やばい、ごめん、本当に、本当ごめん、本当ごめん、本当ごめんって、お、悪かった、悪かった、悪かった、俺が悪かった、毒にしないでくれ、頼むよ、毒にしないでくれ、そこに乗れることもできるし、あいつら、ここまで飛んでこれないのか、よいしょ、ちょ、毒を回復させる、あれ、あ、待って、お前、これさ、おい、これ来たぜ、来たー、デクタスの割り符右、イエーイ、何がファロスじゃ、バカ野郎が、ボケが、このカスどもが。おいおいおい、割り符見つけちまったよ、俺、結構簡単でしたね。え、これだけで本当に動くとは思えないんだけど、でも俺にはこれだけで本当に動くとは到底思えないのだが、思えないのだがね、
YC にはで、ここ何なんだろう、ファロストリーでこれが本当にあるだけなんだかな。あーでもはしごあるな。うわうわうわ、なんだなんだなんだ、いや亡霊くんだ、やばい、死ぬ死ぬ、毒で死ぬ、何よりも毒で死ぬ、そう毒で死ぬ、そして毒で死ぬ。じゃあはしごがあったところ、ちょっと待ってよ君たち、はしごがあったところに行きます、降ります、そのままそのまま降りてよくて、ここはねもう死ぬのはしょうがないね、死ぬのは。あ、これ見えてたやつだ、見えてたやつなんだけど、はい、黄金の黄金のルーン 12? でかすぎでかすぎ、黄金のルーン12は。ここなんか美味しいアイテムゾーンだ、ちょっとさ待ってくださいよあなたたち、ちょっとこっち来いよ一回、ちょっとお前ら行きすぎちょっと一回こっち来い、ネズミはちょっとダメ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 、ちょっとさあそこでやばいわ、死ぬ死な死ぬぞこれ、やべえぞこれ。あともう一個ぐらいアイテムあんだよな、そっちとかここファロストリではねやばいわ。でもこれ取れたのはいいね、こっからそっちにジャンプするわけよ、ちょネズミ邪魔、よいしょ、これで行ったわ多分どっか、これで下のアイテム取れんじゃね、うわわ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 、なんか持ってる、なんかお前目キラキラしてない、目キラキラしてるけど強いから C です、よいしょ、 OK、 ここ乗れたらもう神、あとはもうやることはただ一つ、ここに飛ぶだけ、よいしょよしよしよし、でこれで見えてたアイテム、これナダゴンのなんか刻印ゲットしましたけど、ちょっとこれはもう死に身を委ねよう一旦、よしこれでいい、よしこれでもらうものを全部もらったでしょう。これだ、ラダゴンのただれ刻印、能力値が大きく高まるが火だめも増えると、どれぐらい大きく高まるんだな、だろうな。エルデのルーンが刻印された伝説のタリスマンの一つ、それは王牌ラダゴンの、印であるという、生命、持久、筋力、技量が大きく高まるが火だめがとても大きくなる。じゃあちょっと見てみる、どれぐらい増えるか。まずこれだけで3ずつ上がるんだよね、これが3ずつ、各3ずつ上がってて、じゃあこれがこうだね、3じゃなくて5ずつか、一気に5ずつ上がるわ、5ずつ上がるけどダメージもその分でかくなると。あ、どっちかしか装備できないのかこれ、あーどっちかだけなのか、あ別のタリスマンと干渉するために装備できない、なるほどね、どっちか1個だけなのか、さすがに両装備したら壊れだもんななるほどね、どっちか1個だけか、しょうがない、そういう日もあるよ。じゃあこれさ、俺さ2個揃えたんすけど、これ自分もうさ大召喚器使えますよね、使っていいですよねこれね、デクタスの大召喚器、これ自分使っていい人間ですよね、大召喚器自分は使える人間だと思うんですけど、これさ揃ったからもういけるよね。もう半分は海岸の廃都城に収められてるというっていうと、これ2つ揃ったんですけど、自分いいっすよねこれ使っても、デクサスの大召喚器、あ割符を掲げるあるわ、これでもういけんじゃね、いけるんだな、なんかそんななんかちんけな脇道を探さなくても、この小林にはその資格があるおーらお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 ら、見ろよ、おいおい、俺は揃えてきたんだよこれを。いや大召喚器あるわあるわ、でも見たかったなそっちの横道も、まあまたそれは後で探すとして、ほらどうだ、俺はなその資格があるんだよ、持ってる男なんだよ。でもね、持ってない男はねここ通れないから、持ってるダイナマイト、え、そこ、え、大召喚器が過ぎるわ、そこごと行くの、ちょっと予想外すぎたわそこごと上がるのはさすがに大昇降機すぎるでしょ。やってきましたダイナマイト小林、上がってきます。アルター高原みたいなこと言ってたっけ、黄色いなんか血黄色い、おーやってきたぜ。いや俺は持ってる男だからな、この先進ませてもらうぜ。どれどれ、新しい地域開拓ですねこれは。よっ来たぜ、俺が来たよ、アルター高原、敵だ。あ、待って、なんだお前、あ、え、お前じゃん、お前はあいつだわ、あいつじゃん、お前じゃん、よ、お待ちしておりました。やはり私が信じた通り、あなたは英雄たる方です。そうだろ、そうだろ、猫背、寂しさだな。改めてあなたを火山館に、行きます。私の手を取り、そして我が主にお会いください。ライアの手を取る。それでは手を。
え、祈ってます。あなたの道がタニス様で同じであること。お前はどうやって来たの？あ、こいつも割りふもってんじゃね。よろしく、小林です。よろしく。はい、あ、これが女の子のぬくもりなんだ。火山館来たわ。やってきたぜ。あ、ロード画面で見たやつだ、お前。おい、ロード画面であなたネタバレされてましたよ。ロード画面であなたちょいちょい挟まってくるんですから。こんにちは、アセビス同様、火山館にようこそ。来ました。私はタニス、この館の主人だ。ライアから話は聞いてるよ。見どころのある人物であるとな。はい、そうなんです。さて、改めて貴公の意思を聞いておこう。我が火山館の一員となり共に戦ってはくれまいか。なんか俺いろんなとこに参加してんだけど。押し付けられた祝福の導き、弓どもの傲慢な、ザレ言、よまい言、そんなの聞く価値もないと。あれら黄金獣に弓を引くのだ。え、一員になります。そうか、良い返事に、感謝しよう。こいついろいろ歯向かってんだ。では、貴公はこれより火山館の一員だ。廊下の奥に客室がある。どうか、見ていってくれと。よろしく頼むよと。隣のやつ強そう。客間の鍵もらったわ。いいんすか、ここでちょっとゆっくりさせてもらいますよ。はい、オッケー。くつろいでいいと。はい。あ、こいつに話しかけらんないの。おいおい、身長高いですね。何センチあるんですか。見たところ結構ありますよね。あなた2メートル50ぐらいあるんじゃないですか。いや高いっすね、身長ね。どれどれ、くつろごわせてもらおうかな。これが俺流のくつろぎ方ちゅうわけ。あ、ここちょっと触れておきましょうよ。聞いたぜ、小林誕生。祝福で休むんだけど、ここは火山館っていうところなのかな。火山館ってことは火山。お前の装備何、宇宙じゃん。お前の装備やばいな。え、どこ、あ、ここが火山館ね。まあ、そんなに遠くはないんだね、このデクタスの大昇降機から。で、後ろの方にあれだ、マップを広げるやつがあるわ。で、この上にもあるわマップ。もうこう横広がって終わりかなって思ってたんですけど、まだ上ありますね、これ。ひょっとしなくても上がある。おい、今夜の晩様は私だ。さあどうぞ、美味しく召し上がってください。やめろ小林、誰も求めてないぞ。いやでもここお前保護色だな。保護色小林くんです。さあ、上もあるのか。でも横もあるし、ちょっといろいろ気になっちゃうな、この火山館ってところ。ちょっとね、いろいろ見させてもらうから。私、あ、小林ちょっとね、この辺もいろいろ見させてもらうからね。あ、どれどれ、うわー、ここパーティーだ。お、こういうのハリーポッターで見ましたよ。壊すな小林、壊すな。あ、あれとかで、こう、おい、死んでるやつがいいんじゃねえか、この館。やべえって。わ、探石6。え、ギーザに侵入された。お前のこれ、ごめんな。お前の武器生かすな。ちょっとお前のか。悪かった。返すよ。ま、回転のこぎりじゃんそれ。おい、ブラッドボーンやめろ。一人、うわ、べ、死ぬわ。やばいわ。お、一人ブラッドボーンやめろ、お前。やばい。あいつだけ一人でブラッドボーンしてんだけど。やばい、来てる。ちょっとまずいな。これは、ローリング。あ、オッケー。でも、マジで回転のこぎりだ、あれ。それいいな。俺にも使わせてくれよ、その回転のこぎり。こいつ、出血のが良さそうか。ひるむでしょ、多分。ここだ。よし、出血。やっぱ人間相手には出血だ。人間相手にはやはり出血が一番いいよ。血が出ろ、出血しろ。よし、ギーザ、石門館、ギーザ、終わりだ。お前の石はもらっておくから。いや、6、いや、ギーザの車輪ゲットしたわ。やった、これちょっといいんじゃない。これ熱いわ、ギーザの車輪熱いわ。花を切り裂く刃を並べた鉄製の大車輪、石門館ギーザが用いた攻め具、その回転は激しい痛みと出血をもたらす、それは後に人さらいの乙女人形において、象徴的武器として採用された、車輪回転、地面をこすり高速で車輪を回転させる戦技と、長押しで高速回転状態を維持させることができ、そのまま歩き敵に車輪を押し付けることもできる。おい、回転のこぎりじゃねえか、まんまブラッドボーンの。いや、素晴らしいね、これは。ブラボーの回転のこぎりおもろかったからな。これで見られるのは、あ、能力値が足りてません。能力値何？筋力28か。でも両手持ちだったらいけると。両手持ちだったら足りますよね。おー、いいね、いいよこれ。いいじゃん小林。小林ってるね、これは。小林ってんね。で、R2 で車輪回転させて、そのまま、
ウィーンができると。じゃあちょっと戦技見ようぜ。これか。あ、いいよ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 。あ、いい。ウィーン FP を消費させながらこうやって回転して歩いていけるのか。いいよ小林。